はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回はね、こちら、出版業界が滅ぶ時をね、テーマにしてね、ちょっと喋っていこうかと思います。まあ、最初に言っておきますが、これは僕の考えですよ。僕の思想というか、まあ、この前ね、ポンってね、ふと思いついたので、それをね、つらつらと語りたいだけなんですけれども、まあ、よくね、出版業界がね、まあ、不況だと言うじゃないですか。 まあ昔より本が売れていませんってよく言うじゃないですか。で、まあ僕のね、好きな内田達先生というね、まあ現代思想の人がまあ言っていますが、まあなぜね、本が売れていないのかっていうのは実は理由がね、はっきりとわかっていないわけですね。もちろんいろんな人が他にね、娯楽が増えたからだと。パソコンとかゲームとか、まあいろんな娯楽が増えたので本というものが下がっていってるんだっていうね。 まあなるほどって思うじゃないですか。とか、まあ、中身ですよね。文学というものは、もう劣ってしまったと。昔に書かれたね、小説があった時に、今の小説なんかクソくらいだっていうね、言う人もいるじゃないですか。まあ、よく小説書いてる人とかで、俺の小説はなんで認められないんだ。分断が腐っているからだっていう人いるんですけどね。まあ、それはそれでまたはね、あるかもしれない。もしかしたらあるかもしれないと。あとやっぱ紙の本がね、ちょっと値上がっているので、まあ、それはいろんな事情 あると思うんですけれどもやっぱお金がないと。みんなが貧乏になってきていて、生活用品の方をやっぱ大事にし、余暇ですよね。娯楽というものにお金をなかなかかけられないからだと。だから本は売れないと。ね。まあもしくは電子書籍とかで、今だったら Kindle 読み放題みたいのがあるわけじゃないですかで。そうなってくると、本のね、本というものをね、単価でね、一つ何円とかで、 買うのは馬鹿らしくなると。だからもう今はそういう Kindle 読み放題みたいなのに入り、本自体はもう買わないんだっていう人だってまあいるでしょうし、だからね、その今まで出してきた理由があるかもしれないし、まあないかもしれないが、しかし本は売れてきてないという事実はあると。まあ数字だけですからね。数字だけで見るとね。で、僕ね、やっぱ思ったのはね、まあ出版業界が不況だというのであれば逆に考えようじゃないかと。 これね、ま、あ読書家が一番やってはいけないかもしれないが、逆に考えてみるとね、もう出版業界がなくなってしまった世界のことを考えた方が逆に早いと思うんですね。というのも、ま、あ例えば、歌詞451というね、小説があるじゃないですか。レイ・ブラッドリーのね、まあ、有名な、あの、歌詞451度で本というものが燃えると。それで本が燃える温度のことですよ。秒速5センチメートルみたいなことだよね。多分ね、桜が落ちる速度が秒速5センチメートル。 5センチメートルですけど、まあその歌詞451論の世界ではもう本というのはね、ま害、あ、悪だとされて燃やされてしまうんですよね。で本を持っているだけでも罪となる世界なんですね。しかしね、まあこれちょっとネタバレかもしれないが、まあ、裏でねやっぱり本を読みたいと思ってる人たちがやっぱりいたわけですよ。 で、裏でも、まだ燃やされていない本というものを読んでいた人々がいたんですよね。まあ、こうやって昔さ、噴書って言ってさ、僕、噴書っていう言葉好きなのよ。噴っていう言葉がかっこよくない。まあ、普通見ない言葉だよね。で、中国とかでは噴書工事って言って、まあ、だいぶ昔何千年とかの前の話ですが、まあ、都合悪い本とかを全部燃やしたんですよね。まあ、その時も,もちろん今のように出版技術とかがほとんどないのでね。 印刷物ね、グーテンベルクの、僕この辺詳しいけど、グーテンベルクがやっぱ活版印刷というものを作ったっていう歴史があるわけじゃないですか。まあそもそもその前に紙というものを発明したっていうのもとても大きなことですよね。この辺言うと長くなっちゃうけど、ちょっと言うと紙っていうものは中国で生まれ、中国がずっと紙を持ってたんですよ。で、ヨーロッパに渡るのはだいぶ後なんですね、実は。戦争があった時に、まあ、最初イスラムと戦うんですよね。イスラム国家と中国が戦う。 買うんですよそれがタラスカ藩の戦いだったと思うけどそこで紙のね製造する専門家の人っているじゃないですか制作する人がいてその専門家をさらったんですよねイスラムが。でうちんとこでも紙を作れって言ってそこでイスラムが紙を 作ることができるようになったわけですねでそこからイスラムからヨーロッパに伝わったのが紙なんですよ実は紙っていうのは、まあ、最近できたんですよね何千年前にようやく初めてできたものが紙なんですよ、まあ、その前は木簡とかね石に掘ったりとかしてましたからねでそこからグーテンベルクっていうのが活版、まあ、印刷っていうのを作ったことにより出版そのものっていうのがバーッと全世界に広がったわけですよね、まあ、僕ね実は図書館司書の資格持ってるんで ですよだからそういうのは勉強しました。<laughs> 書子学っていうのかな。なんかそういうのはね、まあ、一通り勉強したんですけれども、まあその未来ですよね。歌詞451度なんかその未来の話になってくるし、例えばこのね、まあこの前紹介しましたが、伊藤聖子さんの小説禁止令に賛同するっていう本なんです。これは小説です。これは2000年何十年ね、近未来では、もう小説というのはね、禁止されると。小説禁止令っていうのが出るんですね。 ま、しかし、この小説っていうのは、その、私は、小説禁止令に賛同しますっていう人が主人公なんですよ。それは、小説を禁止してるように見せかけて、小説ってここ面白いですよね、みたいな、裏でちょっとね、書いてんですよ。だからそこが面白いよね。だからその、近未来にね、もし、 小説ね、禁止令が出た時に日本でね、出るかもしれないでしょ ?20 何十年に。有害図書っていう考え方があるからね。僕はよく有害図書系のね、漫画ばっかり読んでますよ。東京の青少年育成健全法とかもあるから、別にそれが全て悪いという意味ではないよ。それぞれメリットとデメリットがあるという話なんだけど、 まあしかし、出版業界がね、滅んだ後のことを考えようということなんですね。そうするとね、歌詞451度は小説禁止令がまあ出たわけじゃないですか。でも裏で小説読みたいっていう人がいたわけですよね。ということはね、あんまり意味がないんですよね。禁止令を言っただけでは。 むしろね、これね、1984年ね、ジョージ・オーウェル的に考えた時に、言葉自体をね、封殺した方が早いってことになりますよね。1984ね、村上春樹ではなく、ジョージ・オーウェルの方では、その存在っていうものがあった時に、その言葉っていうのを辞書から消すことによってね、言葉そのものを消すことによって存在しないんだと。そんな感情だって、そんなものだって何もなかったんだっていうことを最初から言うことで、そもそもの反対意見を出さないようにしてる世界観 ディストピアですよねこれが僕が言いたかったことなんだけど長くなったけど誰も誰もが小説のことをもう話せなくなったという世界こそ出版業界が滅んだ日だと思うんですねその中で一人でも俺小説読みたいって思った時に小説が生まれます絶対に、まあ、その人が書くかもしれないし生き残った小説っていうものを引っ張ってきてそれを読むってことだっていくらでもできるわけですからね その世界が例えば滅んだ時ですよ。ハルマゲドンみたいになって、世界のね、もうほとんどがなくなったとこれこそ SF かもしれないけれども、その時に生き延びた人がね、 図書館に行ってね本が残ってたら多分読むと思うんです娯楽のためにねでそれは小説が滅んだ時ではないですよね過去の小説が存在しそれを読みたいと思う人が一人でもいた場合小説っていうものの意味が出てきますよね文学としての意味が出てきますよねしかしその人がもう小説なんかどうでもいいともう読みたいと思わなくなった時ですよね世界中の誰もが小説というものを知らないとかねもうどうでもいいって思った時にし 小説が滅ぶわけですよねそして出版業界なんかその時点でもう滅ぶわけですよいわゆる需要と供給の話になってくるんですけどねもちろんこうなってくるとで僕なんかこ YouTube でね小説面白いなーってずーっと言い続けてますめちゃくちゃアピールしてるじゃないですか、まあ、アピールというかね、まあ、やってるといわゆる一種の宣伝みたいなことでもありますよね僕がわざわざこの伊藤聖子さんの本を出すっていうことで他の人がね面白そうだなこれって思って買った時にね その時に出版業界に影響を及ぼせると思ってるんです。だから逆にね、封じ込める奴らが僕は嫌いなんですよ。 これこそ僕の好き嫌いになっちゃうけど、よくね、小説とかをね、YouTube とかで出しても意味ないぞとか言う人とかいるんですよ、やっぱりね。コメントとかで来ますよ。あなたがやっていることに需要はありません。だからやめてください。みたいなコメントとか来るときあんですよ。でもね、そうやって抑え込んでる側でしょ秘密警察みたいなやつらじゃないですか。貸し四号一路で言ったらね。で、本を燃やす側じゃないですか。で、これはちょっと話ずれるけど、ブックオフでね、僕よくブックオフで本買ってきますみたいなね。 ことと言うとブックオフで本買ったとか言うと作者が悲しむからやめろっていう人いるんですよ。ね。格安で俺の本が買われたのは悲しいっていう作者がいるから、ブックオフっていうのを隠せみたいなことを言う人いるんですよ。でもね、それも抑える側なんだよね。まあ、ブックオフの是非、 と、絡んでくる議論だから、また違うと思うんですよ、それはその議論の方向性は、ちょっと違うと思う。しかし、それは、どちらかというと、抑え込む側で、ブックオフで買いましたって、僕は言いたいんですよ。 ブックオフ大好きだから。でもそれを抑え込まれた場合、それがもう言えないので、もう最初からもうね、言わないと思う。最初から買ってきましたなんかもう言わないともめんどくさいも。そういうアンチが湧いてくるとめんどくせえって思うでしょ。そうすると、それこそね、アピールがなくなるわけですよね。他人がこれ買ってよかったよとか、これ読んでよかったよみたいのがなくなっていきますよ、徐々に。徐々に徐々になくなってって、ツイッターを見ると、誰も本の話してないぞ、みたいなことになるとね。その時に ようやく本というものが終焉を迎えてしまうと、本という機能がね、小説という機能が出版業界という機能が人類から抹消された瞬間だと僕は思うんですね。 僕はそういう人たちとはもう対立しますよ。やっぱり本は好きだと。まあこの議論はね、まあもっと深くやりたいところはあるんですけれども、だからまあもし何かねコメントとかね意見があったらね、ぜひもうコメントをしていただけたらいいと思うんですけれども、僕はね、やっぱり本大好き、出版社大好きと、出版業界大好きなので、アピール する人間だということですね。アピールアピールですよ。もう一生アピールするもんね。アピアピってるからね。一生アピってると思いますけれども、やっぱりそういう人が何人かいたらまだ。 大丈夫じゃないですか。僕みたいな人が増えたらいいなと思いますけどね。まあ、いろんな、まあ、これ最後言って終わりますけど、いろんな活動したらいいんですよ。僕みたいな活動も。ありゃ、そりゃ、いろんな活動があると思うからね。別にそれを否定するわけじゃない。僕のやってることがすべて正しいというわけではないし、いろんな活動があっていいわけで、いろんな意見があったらいいわけなんですけどね。はい、ということで、ね。まあ今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。ではでは、つかちゃんでした。バイバイ。